駅へ到着です。今から朝日劇場の方へ向かいたいと思います。ジャンジャン横丁です。すっぽんや、すげえギリ系。ギリ系さんです。カツの八重カツ、ここで化粧品を買っております。レニアさん、今日は休みですね。ここにもビリケンさん、ビリケンさん、どうも。ズボラ屋が見えてきました。店のたこ焼き、通天閣、通天閣。一撃新世界東映一括シネマ。朝日劇場、本日は三代目南條隆座長5周年記念の大会ということで、うちの会長も来ておりまして、ご挨拶にやってまいりました。行ってきます。楽屋口のエレベーターで移動しております。お芝居も始まってますね。さあ、エレベーター開いたらどんな雰囲気でしょうか。こんな感じです。ちょっと行ってきます。
これでいいよ。何しとんねん、お前 YouTube 何しとんねん、お前 YouTube 何しとんねん、お前 YouTube。 おはようございます。おはようございます。もう出したら怒るぞ。出したら怒るぞ。ピー入れますんで。あかんか。ピー。モザイク入れよう絶対。何なんすかそれ。最近ですね、ペナルティーカードというのが流行っておりまして。ペナルティーカードですか。ゴルフでペナルティーです。OB フリー。ね、これ、イケポチャ。イケポチャ。カードがあって、一番おもろいのが、アワヤノリコカード。何ですかそれ。これ、グリーンにエッジに乗らずにエッジに乗った、はい、アワヤ乗りそうな時にアワヤ乗り。なるほど、面白いこと。で、木に当たったらキツツキカード。キツツキカード、はい。あとはよくあるのが、あんまちょっとこれ言いにくいんだけど、はい、言いにくいんやけど、ピー入りますんで、ピー、なめこカード。なめこカード、うん、お前よくやるやつ、ボール配送パター打ってクリッとこう、なめこカード。あ、なめこカード、これ罰金制で一枚一枚取る。で、最後にやった人が、はい、取るという、ハーフ計算で罰金払うという。面白い、これ面白いですね。これペナルティーカード、最近はスリーパッドとかいろいろありますので、はい、また遊びついてください。これぐらい、これぐらいあります。ペナルティーカード。これ全部。すごいですね、うん、ありがとうございます。まあ、面白かったらまた、ね。今日ダチョウタイガーに取りにこの問いてくれるか。すいません。ありがとうございます。はいはい、はい、頑張って。休んだ。年末また新公開で。はい、お願いします。グアム。グアムいいですね。行こうや。はい。グアムってみんなでノロじゃないわ。いやコロナ。コロナ、ね。トムハンクスになったんですね。撮影中だもんね、あれ。あ、そうなんですか。撮影、オーストラリアで撮影中だったんです、うん、セレブ初の。いや、それはもうイタリア人も黄色人、黄色人だな、欧米の人たちも映るわ、そら。みんなこれでキスするんだもん、ね、映るわ。今それやんなくなってきたんですよね、なんか禁止だったんですね。だからもう異様なその風景で、普通は必ずやるのに、それ、うん、ちょっと将棋せえへん。ちょっと俺目指してんねんけど。聞きましたよ、最初からやばいぐらい強いっていう。しゃあ、もう俺4段の人に勝ったんだ、大会出て。わし4段だ。お、4段なんですか。負けますわ、無理ですって。1戦目は勝ったのよ、ちょっと上手い人、ね、上手い人。2戦目その人に当たって、45分、あ、人って間違って勝ってたのに、みんな勝ってるって。で、引き分けになったよ。ゴルフの方どうなんですか。ゴルフ行ってないですか。また連れてってください。あ、この間前半ワンアンダーでもありました。すごいですね、うん、どこのコースですか。金龍です。あ、あのクソ難しい。クソ言うな、うん、どんだけ金使うてきたや。金返せや、あの時使ったから。ピーッ。お前ピーッセルフが聞いてめちゃめちゃ聞いてます。隣にいるのはセガシンです。世界のセガシン。どういうことですか。セガシンですね。セガシン久しぶりなんだね。はい、めちゃくちゃ久しぶりです。ね、セガシン。お久しぶりでございます。すいません、ね、里見直樹の直樹になった時に来てもらいました。はい、改名式の時に。はい、うーん、頑張ってるようで。あ、2番目じゃん。はい、すみません、行ってきます。いってらっしゃい。お酒です、すみません。じゃあ、世界のセガシンの登場です。行ってらっしゃい。行ってます、すみません。戻ってきました。今、また3時に終わります。これでいいのだ。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画または公演先、劇場でお会いしましょう。さよなら。ありがとう。